ひーくんチャンネル。はい、どうも、ひーくんです。本日もひーくんチャンネル見ていきたいと思います。本日なんですけども、大阪の心斎橋に来てまして、これからですね、あのピーチの5000円ガチャチャレンジしてみたいと思います。心斎橋のパルコの4階の方にガチャがあるみたいで、そこでペイペイで5000円決済してからくじを引いて、そのくじが関空発でどこに行くかわからないっていうところなんですけども、引いてみたいと思います。先月10月から始まったキャンペーンなんですけども、こちらあのなんとですね、すぐ売り切れてしまいまして、視聴者さんからですね、ぜひひーくんやってよっていう声がすごく多かったんで、やってみようと思って調べたらもう完売してたので、本日から11月5日からですね、そのガチャが11月分売するということで、本日ですね、あのチャレンジしてみたいと思います。それではどうぞ。今ホテル日光大阪の前にいるんですけども、夜のイルミネーションがとても綺麗です。はい、もう冬ですね。夜の大丸、はい、到着しました。早速上がっていきたいと思います。補充中みたいです。早速ちょっとやりたいと思います。補充が終わってから、それでは、引いていきたいと思います。はい、ガチャが出てきました。早速ですね、ワーキングスペースで開けたいと思います。はい、心斎橋のパルコに行ってきまして、今戻ってきました。コーワーキングスペースの方がですね、ちょっと有料だったので、ピーチガチャガチャ開けることができなかったので、一旦家に帰ってちょっとこちらで開けてみたいと思います。すごいドキドキしてます。行き先中身見ないと分かりません。今まで行ったことないのが、北海道と沖縄行ったことないんで、沖縄多分当たりなんですよ。石垣島かどっかだったと思うので、あの今季節柄北海道もいいのかなっていう風に夢を膨らましてます。それでは開けていきたいと思います。開けたらこのピーチのオリジナルノベルティグッズのバッジがですね入ってます。行き先どこだ。あ、はいはいはい、わかりました。でミッションも入ってます。こちらミッションの方はですね、皆さんと一緒にですね見ていきたいと思います。行き先とかちょっともう秘密にして、動画をですねこのまま視聴いただけましたら、行き先とあとどういったミッションなのかっていうところをお伝えしたいと思います。まずはこれポイント制なんですね。これ券、航空券が入ってるってわけじゃなくて、ポイントで、5000ポイントか6000ポイントぐらい入ってて、それをピーチポイントで還元するような形になります。土曜日と日曜日に関しては航空券当然あの値上がりするので、その差額分を払うという形になります。あの都道府県、あそこに行きたいと思います。それではどうぞ。はい、ピーチガチャガチャ、本日11月の12日金曜日でございます。関西空港に着いたところで、今朝の6時10分となります。これからですねピーチの第2ターミナルの方に行って、搭乗の手続きをしてまいりたいと思います。まだ行き先はお楽しみに。それでは、関西空港の国内線、第2ターミナルに着きました。思ったよりバスの中人でいっぱいでしたね。早速チェックインの方していきたいと思います。いや、初めて来ましたけどすごい広いですね。うわ、めっちゃ人多いです、チェックイン。金曜日でもね、こんな朝早くから旅行しに行こうという考えの方が多いんですね。これだけ、客室乗務員をご覧ください。音楽やビデオをお楽しみのお客様、大切なご案内です。
空港の方に到着しまして、まだちょっとこちら場所はまだ言いませんで、これからですねレンタカーを借りて約3時間ほどですねミッションの場所に向かいたいと思います。それではどうぞ。レンタカー借りて今からですね、まあ3時間ぐらいの旅に出たいと思います。大阪出るときすごく雨降ってたんですけども、すごく天気にも恵まれてて、いいスタートかと思います。ただめっちゃ寒いです。この格好をしたっていうことをすごく後悔してます。それでは行ってまいります。300メートル先左方向です。はい、到着しました。今ですね皆さん私どこにいるでしょうか。大ヒントは硫黄の香りがそこら中にします。後ろの背景あとモザイクかかってるんですけど、なんとなくもう想像つくかと思うんですが、実はですね私今鹿児島にいます。ミッションは後でお知らせしたいと思います。指宿に来てますんで、これから砂風呂とあと露天風呂の方入っていきたいと思います。もうね煙がすごいです。街中すごい硫黄の香りがします。いろいろですね温泉砂風呂満喫したいと思います。それではどうぞ。急勾配、急勾配登るとき大変やな、降りんの楽やけど。山川の砂蒸し温泉、これから入っていきたいと思います。普通の露天風呂のセットの券と一緒にこちらで購入可能みたいなので、露天風呂の入浴の受付の方ではセットの券っていうの売ってないんで、こちらでまず買っていただいてから露天風呂に行くっていう流れになります。それではですね一緒に見ていきたいと思います。いやこれ絶対うまいやつ。さつまいも1個50円、ゆで卵、温泉卵も1個50円、安っ。なんとセルフなんで好きなだけ取ってここにお金入れればいくらでも食べれます。おお、いいね。何年ぶりやろ。25年ぶりぐらいですね砂風呂は。ありますんで10分から15分のやつで、あ、あれ自分のタイミングで出るよ。砂風呂入りました。10分から15分って言われてて、だいたい12分ぐらい入ってたんかな。砂風呂ね、老廃物の排出効果があって、デトックス効果が期待できます。このままですね一回体を少し洗ってからですね上の露天風呂の方に参りたいと思います。すごい絶景です。あともうちょっとで見えるんやけどな全部。はい、そうしましたらですねさつまいもとすめの卵いただきたいと思います。ここに入れて1個ずつ取っていきます。はい、じゃあ湯気で見えないんですけど、紙を用意したのでこの紙の上に乗せます。そしたら卵も1個取りますね。滑る滑る。なかなかこういうとこ来ないとねリアルに食べれないんで、美味しいゆで卵見てください。茶色になってます、卵の色が。いただきます。うまっ。めっちゃ美味しいです。はい、次はさつまいもです。さつまいもなんて食べるのいつぶりやろ。
まめっちゃ美味しい。若干焼酎の味すんな芋焼酎や。濃厚すぎて焼酎の味します。はい、玉手箱温泉入ってきました。すごい海眺めながら入る温泉はもう本当に格別でした。で、絶景だったんですけど、さすがに温泉にちょっとカメラ回せなかったんで、ちょっとレビューだけさせていただきました。ちょっと概要欄に玉手箱温泉の URL の方ですね、こちら載せておきますので、ちょっとチェックしていただければ幸いです。それでは、これから昼食の方行きたいと思います。あ、すいません、温玉ランドン1つ。温玉ランドン1つ、はい、以上で。以上で、はい。メニューを取ります。指宿名物の温玉ランドンが来ました。黒豚とオクラとミニトマト、あと温泉卵いただきたいと思います。温玉ロンドンめっちゃうまかったです。黒豚と温泉卵のもう絶妙なマッチがもう最高でした。ということで、まだまだ食べれそうなので、もう一軒ぐらいですね、鹿児島指宿のですね、伝統的な料理を食べに行きたいと思います。はい、来ました、東仙郷のそうめん流しですね。こちら回転式の流しそうめん発祥の地が指宿になるんですね。ちょっとですね、時期外れであるんですが、流しそうめん堪能していきたいと思います。いや、すごいマイナスイオン、楽しみやな。流しそうめんなんて今年食べてないんで、まさかここに来て食べれると思わなかったです。今やってんのかな。やってると思います、多分。はい、メニューはこちらになります。まあ今のうちに何にしようか決めとこう。マスとかもこの辺美味しいらしいです。おー、すごい風情がある。うわー、いいな、なんか京都に来たみたい。京都とか、京都、うん、京都もいいんですけど、まあ、箕面の滝とかなんかそういうイメージです。おー、めっちゃ御利益がありそうな神社が、川上神社。へえ。広っ。めちゃめちゃ広い。やば。夏多分ちょっとやばいんやろうな。お、これ飲めるんや。飲料水やって。すごい。すごいな。すごい綺麗。勢いもあるから。お茶になります。 ありがとうございますちょっと季節外れであるんですけど、そうめんいただきたいと思います。やばそれではすくい上げていきます。おー、気持ちいいめっちゃ気持ちいい。おにぎりと、あとでマスの焼き物が出てくるんですけど、おそらくこれマスかな。おお、マスの塩焼き来ました。めっちゃうまそう。いただきます。あっちあっち、うまっ。めっちゃ美味しい。これが身です。やばい、めっちゃホクホク焼きたてです、これ。うまっ。
いや、あの飯食いすぎて本当に腹裂けそうです本当に。そうめんめっちゃうまかったです。なんか久しぶりに食べるそうめんめっちゃうまいですね。あの水がもう多分もうそもそも水が綺麗なんでめっちゃ美味しいのと、あとマスもう焼きたてホクホクだったんで満足です。今日は言うことないです。今日グルメもこれで締めようかな。はい、ということでピーチの旅くじ、あのこちらの本来のミッション最終目的地ですね、こちらの方にですね向かいたいと思います。これから車でおそらく20分ぐらいで着くと思います。それではどうぞ。はい、到着しました、最終目的地こちらはですね、今西大山駅におりまして、日本で最南端の駅になります。本日なんですけども、はい、ピーチの旅ガチャの私のミッションをお伝えします。幸せを届ける黄色いポストに情熱的なラブレターを投函してくださいということで、鹿児島空港から非常に遠いもう100キロぐらいね、あの南に飛ばしてきて、まあ寄り道もしつつ、ようやく到着しました。もう手紙なんて彼女以外に書いたことないんですけども、彼女以外の人にですね情熱的なラブレターを書いてみたいと思います。それではどうぞ。幸せを届けるポストに投函されたい方はこちらにですね切手とあとは絵はがき販売しております。あのペンとかも準備しているので手ぶらでも全然投函できます。はい、それではポストカードをかけたのでですね、この黄色い幸せのポストにですね投函したいと思います。これでこれを投函すれば僕のミッションはクリアでございます。それではいきます。クリアです。はい、せっかくなんでね、あの日本最南端の駅、あの時刻表を見てみたいと思います。マジであの 2,3 時間に1本ぐらいのペースなのね。で、電車賃はね別にそこまでね高くないんですよ。見てくださいこの絶景、もうやばい。カエモン岳とこの太陽のコントラスト、しかもねさっきまで曇ってたのに一気に晴れましたね。日本最南端の駅、北緯31度11分です。はい、反対側の景色はこんな感じです。すごい天気。うわー、もうほんまに運がいいです。さっきまで雨降ってたのが嘘みたいです。竜宮神社です。と見ていきましょう。すげえ。めっちゃ綺麗。すごい。浦島太郎の竜宮伝説相関図です。こちら浦島太郎の伝説の発祥地みたいです。はい、それではですね、皆さん心の準備はよろしいでしょうか。日本一の夕焼けが見えるスポットです。こちら長崎花の最先端に来てます。それでは一緒に見ていきましょう。絶景開運の聖地長崎花、やば、これ動画なんかちょっと残念なくらいですね。直接見たらやばいですよね。綺麗ですよ。いやー、ちょっとズームで見てみましょう。うわー、これもやばい。あ、いいねこれ。ずっとあの鳥飛んでんな。絶景見ながらあの鳥めっちゃ気にしてました。なんか食われてるね。恋する灯台。もう絶対あると思った。もう間違いなく。間違いなくこういうのあるもんね。岬とか行ったら東大せっかくやし行ってみよう。皆さん、あのちょっと先に言っときますね、これ僕1泊2日ですからね、明日の朝9時にはね鹿児島出ないといけないですからね、結構ハードワークでしょこれ。もうどんだけ濃縮させとんねんみたいな感じですよね。おお、東大、もう確かにカップルの聖地ですね。これは、あ、入れない。いや、皆さん見てください、これがね日本一のね夕焼けですよ。これいいっすね。これここでね、あの初日の出見たらどれだけいいか。
いやーめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。ちょっとズームしますねこれ。すごい神々しい光景です。あのね、これ逆に曇ってる方が左奥の島がなんかこう照らされてるようなスポットが当たってるような感じになります。いやこれはこれでめっちゃいいっす。皆さん、あの絶対にここで彼女連れてきてプロポーズしたら成功率 20% そうですよ。やばいよ。いやー雨降ってたけど来てよかった本当に。あの今朝の段階で雨降ってたんでちょっと心配だったんですけど、やっぱね日頃の行いがいいから晴れてくれました本当に。はい、本日はですね、あのホテルレックストン鹿児島アネックス、こちらのホテルに宿泊したいと思いますんで、チェックインを済ませようと思います。はい、本日は5階の部屋に泊まることになりました。150、おー、まあ普通の部屋ですね。1泊5500円ぐらいのホテルなんですけど、鹿児島中央からちょっと外れたところにあるホテルです。まあいいでしょう。はい、なんかこの辺の郷土料理でいうと地鶏のお刺身が有名みたいです。鹿児島の南部ぐらいでしか食べられてないもので、鹿児島って言えばね、あの黒豚とかさつまいもとか、あのあとはゆで卵とかそういうものを連想するんですけども、地鶏の刺身楽しみです。ここですね、地鶏のうっちゃん入っていきたいと思います。はい、お刺身が、はい、ありましたね。地鶏刺しとずる刺しとレバー刺し、めっちゃうまそう。あ、すいません、注文ですか。すいません、生ビールと鶏のお刺身。鹿児島料理って、鹿児島料理、じゃあそれ以降ちょっとください。はい、豚骨をいただきました。はい、以上で、以上。観光で来られた、観光で、観光ってかピーチの旅くじってやつ引いて、それが鹿児島だったんです。今ありますよね。はい、どこに、どこか当たりを、はい、でちょうど僕 YouTube 撮ってるんで、その YouTube の企画としてやってるんですよ。結構人気が見たいですね、あれね。あの、すぐなくなりますよ、あれ。でしょ。はい、どうぞ。どこでも喜ぶみたいなね。うん、あ、うま。鶏刺し来ました。いただきます。やっぱ、うまそう。いただきます。うま。うわ、さつま揚げめっちゃうまそう。やば。このテカリ具合がもう芸術ですね。練りもんがめっちゃ好きなんですよ。めっちゃ美味しい。豚骨の角煮らしいです。もう出てくるスピードがめっちゃ速い。でも、まあ、絶対うまいよこれ。あ、このまま経過。あ、このままなんです。はい、甘豚骨いただきます。出汁がめっちゃ効いてて美味しい。しっかり出汁効いてる。しかも結構柔らかいですね。あ、すいません、あの、何かちょっと一杯飲んだ。はい、動画もいいよ。いや、もうちょっと付き合ってもらっていいですか。俺はそれをちょこっともらえば。いや、俺はいいよいいよ。いや、そしたらじゃあ一杯。いいの？あ、全然いいっすよ。ちょこっとでどこかの。あ、もう入れます、入れます。酒の味だから。少しでいいよ。あ、じゃあ半分ぐらい。いや、もう半分もいらない。はい、もう飲む。すいません、ね、ありがとうございます。あ、全然ありがとうございます。御嶽の水割りでいただきます。
あーでもさつまいもの味しっかりしますね。そうなんですよ、調子乗って飲みすぎるんで潰れるんですよ僕。いやそうなんですよ、潰れたらどうなる。とりあえずずっとトイレにこもって、その居酒屋のトイレを占拠してしまうことがあるんで、もう僕もう僕そっからもう酔いつぶれたことないです。あと記憶なくすとかそういう系です。いやもうほんまにもうこれぐらいでしきます。よっしゃ、うっちゃんの店長やばかった、やばかった。しかもね、あれだけ食って、日本酒の 380ml のやつ、あれ丸々飲んで、で、あれだけの量とお酒飲んで、4800円ってめっちゃ安ないですか？安すぎやろ。マスターすごい気さくなんで、僕、次も、鹿児島来る機会があったら、必ずあの店に行きたいと思います。いやーね、焼酎いっぱいでもきついわ。ちょっと明日も朝一のね飛行機で帰らないといけないんで、お酒はほどほどにしときました。さあホテル戻ります。はい、おはようございます。すいません、昨日ねちょっと酔い潰れてしまって、まあ意識はあったんですけど、いつものね恒例のベッドダイブをすることができなかったんで申し訳ないです。今ですね桜島の近くの港に来てるんですけども、あいにくですね本日ちょっと天気が悪くて、桜島ちょっと見ての通りちょっと雲がかかっててあまりよく見えないんですけど、せっかく鹿児島に来たんだったら桜島見ずに帰るのはちょっとなと思いまして、港に来ました。はい、滞在時間が24時間というのは非常に短い時間ではあったんですけども、まあ、僕なりに結構ハードスケジュールに動いたんですけど、まあ鹿児島大体ね、まあ、堪能できたかなっていうところです。はい、僕的には満足です。それではこのチャンネル見られて気に入られた方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは See you!